アイテム番号 SCP-303JD オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-303JD は2メートル立方からなる鋼鉄製の金庫に収容されています。金庫は二重扉になっているものが使用され扉は溶接されています。SCP-303JP は50センチメートル立方からなる鋼鉄製の金庫に2つに分けられ収容されます。 SCP-303JP を収容した金庫は別々の金庫室に保管し床にしっかりと固定してください。セキュリティレベルが2以下の職員には現在 SCP-303JP が収容されている金庫室を2カ所とも把握することは禁じられています。説明。 SCP-303JP はビスクドール用の義眼一対で、形状は楕円型のペーパーウェイトタイプです。胸膜部分は大理石。光彩部分に瞳孔はなく、最低でも3色が混ざり合ったような色をしていますが、すべてガラスでできています。また、光彩の色合いは SCP-303JP が活性化するたびに変わります。調査の結果、これらを構成する成分に、特別な成分は含まれていないことが判明しました。SCP-303JP は、それぞれの間隔が直線距離にして1メートル以下にある場合においてのみ、活性化します。活性化した SCP-303JP は瞬時に融解し、白色の粘性の液体に変化します。この状態となった SCP-303JP は、密閉された空間からも抜け出すことができる特性を持ちます。オブジェクトの脱走を記録した映像には、液状と化した SCP-303JP が収容されている金庫から染み出していく様子が記録されました。事件後、金庫の点検が行われましたが、穴などの存在は確認されませんでした。液状化した SCP-303JP は、最も近い位置にいる人間の体内に侵入し、眼下内で再びグラスアイの形を取ります。以下、侵入された人間を SCP-303JP1 と呼称。 SCP-303JP は、SCP-303JP1 がどのような大きさの眼下を保有していても、ぴったりと当てはまる大きさのものに変化します。グラスアイの状態に戻った際に光彩の色は変化し、この色は SCP-303JP1 の瞳の色、髪の色、データ削除済みの色に相当します。SCP-303JP が侵入した眼下から眼球は消失し、SCP-303JP1 は失明します。SCP-303JP が眼球を吸収したという説もありますが、実際にまぶたの下で何が起こっているのかを記録するという試みは全て失敗に終わっています。まぶたを切除した D クラス職員を被験者とした実験も行われましたが、SCP-303JP は被験者に反応を示さず、実験室の外で待機していた他の D クラス職員の眼下に侵入しました。この条件による実験を行うことは、現在は禁止されています。SCP-303JP を装着した状態の SCP-303JP1 は自分は人形であると思い込むようになります。自発的な呼吸などは行いますが、両手足を投げ出し、自ら動くことを放棄します。こちらから何かを話しかければ反応は返ってきますが、幼児向けの会話機能を搭載した人形のように、一定の単語を繰り返すことしかできません。SCP-303JP は1900年、県、市にある人形収集家の女性の家にて、女性の母親の眼下に装着された状態で回収されました。本来の持ち主であった女性はすでに死亡しており、眼下は空洞になっていました。遺体は彼女の部屋のベッドに横になった状態で発見されましたが、枕元に置かれた食料、飲料に手がつけられた痕跡はありませんでした。検視の結果、死因は飢餓死と判断されました。ひどい衰弱状態だった母親は、回収後間もなく息を引き取りました。死亡が確認された直後、
SCP-303JT は液体に変化し、治療に当たっていた医師の眼下に侵入しました。博士は、SCP-303JT を隔離するため、医師をデータ削除済み、その後、貯蔵金庫室に収容されました。付録、SCP-303JT 以下、現在の収容プロトコルが適用される前に起きた事件により、SCP-303JT-1 となった D に試みた会話の記録になります。インタビューログ、303JT-1。対象、SCP-303JT-1。インタビュアー、博士。付記、SCP-303JT の侵入を防ぐため、別室にて音声通信を使用。SCP-303JT-1 は貯蔵金庫室の床に、仰向けに寝転がっています。録音開始、1900年月日。博士、こんにちは、D。SCP-303JT-1、こんにちは。私と一緒に遊びましょう。あなた、誰？博士、私は、だよ、D。今、どんな気分だい？ SCP-303JT-1、ねえ、お歌を歌ってもいいかしら？博士構わないよ。SCP-303JT-1、一緒に歌いましょう。キラキラ星を歌い始める。一通り歌った後、再び無言状態に。博士、D。SCP-303JT-1、こんにちは。私と一緒に遊びましょう。あなた、誰？博士、だ。何度も言わせないでくれ。SCP-303JT-1、私、眠くなっちゃったわ。子守歌を歌ってくれない？博士、子守歌だって？SCP-303JT-1、数秒の沈黙。私、眠くなっちゃったわ。子守歌を歌ってくれない？博士、D。私の言葉が理解できているかい？ D。SCP-303JT-1、こんにちは。私と一緒に遊びましょう。数秒の沈黙。録音終了。1900年月日。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。